さあ今回はお二人のバンカーショットを見せていただくんですけども、はい、普通のバンカーやってもちょっとあれかなということで、ちょっと距離ありますね。これね、一番難しいと思うんですよね、はい、50ヤードぐらいですか、ええ、でちょっと顎を回ってっていうバンカーショットなんですけど、うん、はい、もうこれはね、うちらも乗ったらいいぐらいの感じで、一番入れたくないバンカーです。一番入れたくないバンカーです、ね、避けるバンカー、微妙な距離感、うん、でもこういうバンカーでももうあまり開きすぎず、はい、普通に打てば58度で普通に打てばこの後は超えれるよね、うん、あ、高さ的には、うんうん、なので、はい、緩まずしっかり振っていこうと思います、はい、じゃあハニーさんは58度で、はい、ちょっとクリーンに打てたらいいなと思ってるんですけど、はい、おお、ナイスです。何か気にするとこありました？とにかくバンカーは緩まずに振り切ることですね。うん、で、あと通常よりもちょっと短めに持って、はい、持ってクリーンに振る打つ、うん、っていう感じですね。はい。そしたらああいうふうに綺麗にバンカー出るってことですね。はい、じゃあひろみさんにも。これは難しい。さあさらにひろみさんはもうちょっと後ろ、はい、距離的にどのぐらいです？65ヤードぐらいですかね、うん、70あるかないかだ。さあこれは何番で？私は50度で、はい、打とうかなと思ってます。フルショットはできないですよね。フルショットできないです、ね、うん、なので少し 80% ぐらいでの距離なので、はい、でも絶対緩まないように。あ、そこはやっぱりハニーさんのさっき言ってたバンカーの打ち方としては一緒のってことですね。砂を多く取っちゃってもう一回バンカーっていうのが一番ダメなので、うん、それだけは避けたい。ハニーさんしっかり乗せたんで、はい、ヒロミさんも、はい、重心はどこに置いてる？重心は少し左なんですけど、でもそこまでアプローチほどは左に置いてないです。で、私グリップも普通のショットぐらいの長さで、うまい、うまい。自分で言ってるし。確かにうまいし、確かにうまいし、うまい、いや、うまく出ましたよ、うん、すごい、はい、しっかりとヘッドも入ってる感じがしたんですけど、そうですね、うん、これだけ取ってるんですけど、ね、ボールの先を取ってるので、手前取っちゃうとダフって飛ばなくなっちゃうので、うん、はいはい、じゃあなんかこういう平場でのアプローチとそんなに変わらない感じっていう風で、大きくは変わらないです、うん、ただ絶対緩まないと、はい、あとボールの位置を私は少しボール1個ぐらい右に入れてます、うん、それくらいです、はい、もうなんかお二人とも完璧な、いや今のうまい、ね、自分で言うぐらいだからね、うまいって試合に取っときたかったぐらい今結構上手でした、うん、確かにうまいです。自分でハニーが言ったようにしてください、はい、じゃあ皆様参考にしてみて、はい、自分でやった後にうまいって言ってみてください。自分を褒めてあげましょう、はい、そうですね、褒めるの大事。